どうも、石川です。はい、これより登録販売者知見対策講座の第4章の10回目始めていきます。こちらの講座では、厚生労働省から出されている試験作成のための手引きを使用していきますので、まだダウンロードされてない方は下からダウンロードをお願いいたします。はい、それでは早速始めていきます。234ページ、907行目の特定販売というのを見ていきます。はい、まずこの特定販売って何なんだろうというところなんですけど、この特定販売っていうのは、簡単に言うとですね、インターネット販売のことを特定販売と、言っていきます。インターネット販売ですね。いいですか？インターネット販売です。なので、ネット販売のことですね。で、そのインターネット販売でもお薬のことについていろんなルールがありますので、そういったことをここで簡単に見ていきましょうという内容です。はい。では、まずですね、908行目見てもらいますと、その薬局または店舗における薬局または店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品または薬局製造販売医薬品の販売または需要を特定販売と言いますよ。ね。なので、薬局または店舗以外の場所にいる者に対する、なので、その場所にいる者じゃなく、他の人に売っていきますよって言ってますから、これがまさにね、インターネット販売になります。はい。そして、その、一般用医薬品、または、ね、薬局製造販売医薬品の販売、または需要というところに言ってますので、ここでは、ね、一般用医薬品と、あと、薬局製造販売医薬品というもの、これ何かというと、下のコメント、注意事項のところにも書いてあるんですけど、薬局で、お薬を製造していることを、薬局でお薬を製造している医薬品というのがあるんですけど、それを薬局製造販売医薬品ってなっています。ね、なので、それも薬局で製造するためには、ね、そういった製造の、ね、許可を取らなくちゃいけなかったりもしますので、そこは、ね、こんなものがあるんだなと簡単に押さえておいてください。そして、ここで大事なのが、ね、インターネット販売は、ね、要指導医薬品は売ることができないんですよ。ね、要指導医薬品ですね。要指導医薬品は、ね、売ることはできません、ね。インターネット販売は、要指導医薬品は売ることができないんだよというところですね。ここしっかりと押さえておいてください。はい。そして、その後、911行目見てください。薬局開設者または店舗販売業者は特定販売を行う場合には次に掲げるところにより行わなければならないよって言ってます。はい。なので、ここ、ね、薬局開設者または店舗販売業者はって言ってるので、ここもですね、要は何言いたいかというと、配置販売業者はインターネット販売ダメなんですよ。ね。なので、こういったところもですね、ちょっと押さえておいてほしいなと思います。はい。では、次のページ、235ページを見てください。はい。235ページ見てもらいますと、1行目の914行目のところですね。丸1番目。当該薬局または店舗に貯蔵し、または、陳列している一般用医薬品または薬局製造販売医薬品を、販売し、または授与することとなっています。要はね、簡単に言うと、お店に、貯蔵、ね、お店に、陳列しているものをしっかりと売ってね、ということを言ってます。ね。なので、ちゃんとお店にあるものを売ってくださいね、ということを言ってますので、ここね、うん、そうなんだなと見ておいてもらえば大丈夫です。そして、丸2番目、ね、特定販売を行うことについて、報告をするときは、インターネットを利用する場合は、ホームページに、その他の、広告方法を用いる場合には、当該広告に次に掲げる事項を見やすく表示することとなっています。ね、簡単に言うと、インターネット販売する場合は、例えばホームページみたいなのを持ってたりすると思いますので、そういったホームページのところに、下の、ね、表の内容を、しっかりと、見やすい場所に表示してくださいねって言ってます。ね、これ何かというと、ね、店舗販売業とか、ね、それから配置販売業もそれも薬局もそうだったと思うんですけど、ね、お店に掲示しなくちゃいけない項目っていうのがあったと思います。で、その掲示しなくちゃいけない項目も、インターネット販売する場合にはホームページに掲載してねっていうことを言ってるんですね。はい。それが、表の中、3つのところに分かれていると思うんですけど、
ね、一番、左側、それから真ん中のところがね、これ、薬局とかに掲示しなくちゃいけない内容となったと思いますので、ここね、前にやったところと同じなんだなと見ておいてもらえれば大丈夫です。はい、そして、この表の一番右側見ていただきたいんですけど、特定販売に伴う事項というところで、丸1番目から丸5番目までありますよね。ここがインターネット販売を行うためにね、特別に他とは違う内容がありますので、ここをしっかりと見ていきます。まずは丸1番目。薬局または店舗の主要な外観の写真ですね。なので、お店の外観の写真をホームページにしっかり載せてくださいねということを言ってるんですね。それから丸2番目、一般用医薬品の陳列の状況を示す写真。ね、うちのお店はこんな感じで陳列してますよという写真もね、掲載しなくちゃいけないですね。それから丸3番目、勤務している、ね、薬剤師または登録販売者の、別及びその氏名。ね、なので、勤務している薬剤師登録販売者の人の名前を掲載してねということを言ってるんですね。はい、あとはですね、営業時間とかね、そういったものを書いてください、というのが丸4番目ですね。そして丸5番目に関してはね、お薬の使用期限、こんなのも、書いてくださいねということを言ってるんですね。はい、なので、インターネット販売するときには、ね、このように、またね、別途ね、通常のところとこと違うものもありますので、このあたり、しっかりと確認しておいていただきたいなと思います。はい、ではよろしいでしょうか。では次のページ見ていきますね。236ページ見てもらいますと、丸3番目、920行目見てください。特定販売を行うことについて広告をするときは、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、そして第三類医薬品及び薬局製造医薬品の部分ごとに表示してくださいね。なので、これもインターネットで、そのお薬を掲載するとき、ね、広告をするとき、掲載するときは、これも、しっかりと一類、二類、三類とかね、区分ごとに分けてくださいね、ということを言っています。はい、そして、丸4番目、特定販売を行うことについて、インターネットを利用して広告するときは、都道府県知事及び厚生労働大臣が容易に、ね、観覧することができるホームページを行うことって言っています。なので、ここもね、ホームページ、ね、を使って、ね、観覧してくださいねということを、言っていますけど、ね、誰でも見れるようにしてくださいねということを言ってますので、ここ大丈夫でしょうか。はい、それから、924行目、ね、一般用医薬品を購入しようとする者等から、対面または電話により、ね、相談応じの希望があった場合にはというところで、ね、対面または電話により情報提供を行わなければならないよと言ってますので、インターネット販売だから、ね、従業員は誰もいませんよというわけにはいかないので、インターネット販売する場合にはしっかりと、ね、お店とかにですね、電話で対応できるような人とかね、あとは対面とかでもね、しっかりと対応できる人置いといてくださいねということを言ってますので、うん、そうなんだなというところを、ここ見といていただきたいなと思います。はい、それではその次の項目見ていきます。今度は929行目を見てください。その他の損守事項等というところですね。はい、ここなんですけど、ここではですね、例えばですね、932行目見てもらいますと、ね、薬局店舗または、区域に勤務する者に名札をつけることとなっています。ね、この名札って何かというと、ね、そのすぐ上にも書いてあるんですけど、私は薬剤師ですよ、私は登録販売者ですよ、私は一般従業員ですよというのが、分かるように名札で、しっかりと区別しておいてくださいねということを言っています。そして、登録販売者。に関しては、ね、2種類の2タイプの登録販売者がいると思います、ね。要は過去5年のうち2年間の実務経験を、終えている人と終えていない人、ね、というのがあると思いますので、その実務経験を終えている人と終えていない人を、明確に分けるために、実務経験を終えていない人に関しては、ね、名札で、例えば研修中などの容易に判断できるような表記をしてくださいねというのが、935行目のところに書いてあります、ね。登録販売者研修中というような形で、名札に、ね、しっかりと分けるようにしておいてくださいねと言っています。で、そのような、ね、研修中の方に関しては、ね、937行目、この登録販売者については、
薬剤師または登録販売所の管理及び指導のもと認知するに従事しなければならないよと言ってますので、ね、なので、研修中の人に関しては、ね、その人を補助する人、ね、薬剤師、登録販売所誰か一人置いてねっていうことを言ってますので、うん、そうなんだなって知っておいてください。はい、そして今度は940行目を見てください。ね、ここではですね、一般用医薬品のうち、ね、乱用の恐れがあるものとして厚生労働大臣が指定するものを販売し、または授与するときには、次の方法により行わなければなりませんよと言ってます。ね、何かというと、丸1番目、ね、次に掲げる事項を確認してくださいと言ってます、ね。どんなことを確認するんですか？次のページを見てください。カッコ1から、ね、カッコ4まであると思います。ね、例えば、カッコ1。ね、購入しようとする人がですね、若年者である場合は、その人の名前と年齢とかを確認してくださいね、ということを言ってます。それから、括弧2番目、ね、他のお店での購入履歴があるかどうか、これも確認してくださいね、って言ってます。それから、括弧3番目、ね、多くの、量を購入しようとする場合は、その理由、ね、聞いてくださいね。ね、それから、4番目としては、その他の、必要な事項を聞いてくださいね、ということを言ってます。はい、そして、丸2番目のところですね。当該薬局において、医薬品の販売、または、授与に従事する薬剤師、または、登録販売所の一部の規定により、確認した、事項を、ね、適正な使用のために必要と認められる、数量に限り、ね、販売、または、授与させることっていうことも言ってます。うん、そうなんだなと見といてもらえば、それで大丈夫です。はい、そして、その後ですね、957行目を見てください。内容の恐れがあるものとして、どんなものがあるんですかというと、961行目、カッコ1からカッコ6までありますよね。エフェドリンとか、コデインとか、ね、それからブロンワレルリン尿素、ね、こういった、ね、要は薬物中毒とかになる可能性があるものとして、内容の恐れがあるもの、ね、こういったものを指定していますので、ああ、そういえばあったなというところで、第3章のところで確認しておいてほしいなと思います。そして、今度は967行目ですね、ここでは簡単に言うとですね、期限切れの、お薬は言っちゃダメですよねということを言ってます。それから971行目のところでは、ね、お薬を競売とかにかけちゃダメですよということを言ってますので、なのでね、オークションとかかけちゃダメなんですよね。なので、そういったところ、知っておいてもらえたなと思います。はい。あとはですね、238ページ見ていただきますと、977行目。また、医薬品の購入、ね、譲り受けの、履歴、ね、それから、ホームページの利用の、履歴などの情報に基づいて、自動的に特定の医薬品の購入とかを、ね、譲り受けを誘致する方法などの、医薬品の使用が、不適正なものとなる恐れがある方法により、医薬品を、広告してはいけませんよということを言ってます。ね、ここどういうことですかというと、例えばインターネット販売、お薬のインターネット販売ではなく、他のね、本のインターネット販売とかね、食品とかのインターネット販売とかではね、このホームページ、私たちのホームページではね、現在売上1位はこれです、売上2位はこれです、売上3位はこれです、みたいな形でベストいくつみたいなのが出てると思うんですけど、出てたりするところもあると思うんですが、そのようにですね、お薬を、ね、自動的にね、特定の購入者の、ねに向けて、宣伝するっていうのはね、それは好ましくありません。ね。なので、お薬はあくまでもその方がね、私今この、こういったお薬使いたいからこういうの困ってんだな、あ、今これすごく売れてんだ、じゃあこれ買ってみようとかっていうのは、そういったことをしちゃダメですよってことを言ってますので、うん、そうなんだなと、理解しておいていただきたいなと思います。はい。ではですね、本日の動画はここまでにしたいと思います。ね、ここまで動画いいなと思っていただいた方、ぜひ LINE アットなどの友達登録していただきますと、いろんな情報を配信していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。